えー、三橋孝明の「帰ってきた経済教室」えー、略して「リミつ」でございますけどもあの前回日銀当座預金について説明したんですけどちょっとやっぱり難しかったみたいなのでもう一回やりたかったんですけどねあのそもそも日銀当座預金って何なのかという話なんですが最初は最初はその銀行が貨幣を発行するつまりは銀行預金を発行する際に 本本来は何の資産もいいららないんです本当に書くだけだけから借用証書が差し入れられたときにその,あの借りている人の口座残高を増やすだけだから、まあ、何もいらないんだけど、まあ、現実はそうはいかなくてなんか準備的な資産を持ってなさいって話になったんですよね。というわけでその現金紙幣とかをねあの銀行にある程度持ってなさいと。でいざそのいろんな人たちがこう預金を引き出しに来たときにその現金紙幣を渡しなさいと。 というあるいは準備資産といった方が正確だと思うんだけどそういう形でそのいざ、まあ、例えば、まあ、具体的には取り付け騒ぎとかね起きた時にこう預金借う私のお金引き出したいって言ってきた時にちゃんと現金支援出しなさいということでこう準備的なお金を用意しておきなさいっていうのが、まあ、そもそもの始まりだったんですけどちょっと今かなりその役割が変わってきてまして、まあ、変わってきてましてというか、まあ、取り付け騒ぎは、まあ、多分ないんだろうけどちょっと別の役割で今日銀東大預金というのが使われてるんですけどね。 あの銀行って貸し出すことで貨幣を発行できます預金を本当に書くだけだからね書くだけ口座に書くだけでね問題はその銀行預金という貨幣について市中で流通していいですよってことになってますから振り込みが行われるんですよ振り込みが行われる振り込みってのはその我々からしてみたら自分の資産をこっちの銀行に移すってだけだけど反対側のねその銀行側からしてみたら 自分の負債がなくなってあいつの銀行に負債になったっていうそういう話になっちゃうんですよつまり振り込まれた銀行側からしてみたら自分は何にもしていないにもかかわらず自分の負債である銀行預金が増えちゃうんですということで日銀東大金がそこの生産の役割を果たすんですね、えー、これ市中銀行 A が発行した銀行預金この借り手が1,000万円借りましたとで1,000万円の預金を市中銀行 A に持ってますとこの方がですね え自分のまあ何らかの事情例えばえ支払いですね支払いとか住宅ローンとかであまあ住宅、えー、建設費用支払いとかでこの会社に振り込みましたってなるとこの会社は市中銀行 B に口座を持っていると。ということは市中銀行 A の負債資産じゃないよ負債だった銀行預金が市中銀行の B の負債になっちゃうってことなんですよね。ということはですよ銀行 B かららしてみたら 自分は別に何もしていないのに、こう振り込みがされたことによって自分の負債が1000万円増えちゃったということになるわけですよね。はい。ということはですね、これを生算しなくちゃいけないということがこの日銀東大預金が使われます。市中銀行 A の日銀東大預金、これは市中銀行 A の資産である日銀東大預金が市中銀行 B に移る。で移ると言いましたけど、実際は日本銀行が市中銀行 A の日銀東大預金を1000万円減らして、 銀銀行 B の日銀投税預金残高を1000万円増やすすすという手続きをするわけですね本当はキーボードでチャカチャカやってるだけだと思うんだけどこれでそのいわゆる生産あるいは決済というのが行われるということになりましたと。でこれ実は同じことがですねあの政府の財政支出においても行われてまして、えー、昨年の定額特別定額給付金あれどういうふうにやったかというと 12兆円ぐらいの国債を政府が発行して市中銀行から日銀当座金を12兆円借りましたとでそれを振り込むことできないんですなぜかというと我々が日銀に口座を持っていないからです、はい、ということでどうしたかというとそれこそ市中銀行にその例えば三橋貴明が持っている口座の残高を10万円増やせという形をやったわけですね,こうですね、はい えー、日本政府がこの市中銀行に対してこの民間の預金者私ですね私の口座の残高を10万円増やしなさいとで支中銀行 A は言われたまま10万円増やしましたとでもこれはさっきの話と同じね市中銀行 A からしてみたら自分は何もしていないにもかかわらず自分の負債である銀行預金を10万円増やすことになりましたと逆に言うとあの私が口座を持っていたら三橋かっの資産 が10万円増えたと反対側で銀行の10万円の負債が増えましたとこれを政府に決済してということになりますよね。ということでその際に日本銀行が政府の10万円分の日銀当座預金残高を減らしてこの市中銀行への日銀当座預金残高を10万円増やすというそういう手続きをすることによって決済ということになるわけですね。はい ということで、あの、最初に、えー、まあ日本銀行が、あ日本政府ですね、日本政府が借りた日本銀行へのその預金残高、日銀東大預金残高が、最終的には市中銀行の資産という形になるわけでございます。で、えー、まあもちろんその日本政府側は国債を発行しているんで、国債という負債が12兆円残るわけですけど、まあこれはこれで別に全然構わないですね。貨幣発行だから。じゃあどうしても問題だっていうんだったら、それを、それを その国債の債権者は市中銀行なんで日銀に行って市中銀行から10その、まあ、12兆円分の国債を買い上げるとやれば日本政府は何ら負債あるいはその負債の厳密には負債の利払いとか返済義務なしで国民の口座残高を1人10万円増やすことができましたとか実際やったと。 といいいううことになるわけででございます。いかがでしょうね。お分かか。りいたただけましたでしでょうかお金について「ものですよ」という商品貨幣論で「物が動く」っていう認識だとこれ全然理解できないんですけど実際には単なる債務と債権の記録ですからね貨幣っていうのはあるいは対策関係という情報なんでその日銀のもう指先1つですよね指先1つピッ北斗の件じゃないんですけど指先1つでそれで数兆円数十兆円数百兆円というような貨幣を動かすことができると。 その際に使っている貨幣というのは、我々が認識しているような現金性とか銀行預金ではなくて、日銀、当座預金なんですよという話でございました。はい、今回は以上です。ありがとうございました。